ング中津川源と申します。いや楽しみなのが7年後の東京オリンピック。7年後というと、まだちょっと先のように思うかもしれませんが、でもこの7年というのはそんなに長い歳月でもないんです。例えば今から7年前の2006年、流行語大賞に輝いたのがイナバウア。昨日のことのようですね。実際僕が出ている浅草の演芸場ではこのイナバウア、今でも鮮度の高い知事だとして扱われています。でもまたそうかと思いますと、でもそうすると今流行っている言葉だって7年後にはまだまだそうそう色褪せてない言葉だと思います。今だったら半沢直樹です。話はちょっとそれますけども、倍返しまんじゅうなんてのが売れましたけども、私は思うんです、倍返しまんじゅうもいいけど半沢直樹のこの鍋料理セット、これ出したらもっと売れてたと思うんです。なぜなら半沢直樹というのは不正を正す銀行マンです。すなわち鍋料理も半沢直樹も悪を取り除くんです。倍返しだ。それはいいといたしまして、いやでもこの7年という歳月を利用して次の東京オリンピック出場を目指す芸能人の方もたくさんいると思いますけども、でもそこは適材適所、いろんな自分に合った競技を見つけてほしいと思うんです。例えばカヌー、カヌーだったら小出圭介さん、小出、小出、小出、なんて。重量挙げだったら勝又国和さん、持ち上げるのが上手みたいな。柔道、柔道は不祥事続き、柔道には将棋指しの羽生善治さん、いくつもの罪を重ねてきました。そしてトランポリン、トランポリンだったら清水健太郎さん、しょっちゅう飛んでます。これはいけねえよ。そしていよいよ最後、これは乗馬、乗馬は誰か、乗馬は僕中津川源、ナスダのどっちもロイヤルな空気を漂わせてます。なんですって、それは共通点が違う。気になりますね。じゃあ僕と乗馬の共通点、それは何だって言うんですか。何、どっちもテレビに出られない。なぜよ、しくしょう。一本取られちゃったな。お客さんなんか面白いよ。それはいいといたしましてですね、このオリンピックといえばですね、きっとオリンピック選手のいろんなレアなグッズ、これもきっとお店を出すとこが出てくると思うんです。さあいらっしゃい、いらっしゃい。さあオリンピック選手のレアな貴重なお宝がいっぱいだよ。面白い店が出てきたね。ん、この空のペットボトル、これは何か意味ありげですけど、これは何ですか。お客様、いいもの見つけましたね。それはボルト選手が世界記録を出す直前に、お、その直前に飲み干したペットボトルのレプリカ。それじゃただのペットボトルじゃない。何言ってやんだよ。そういうのじゃなくて、もっとちゃんとしたグッズはないんですかね。あ、それでしたらお客様、日本人で2004年、2008年と連続で金メダルを取った選手といえば、お、世界の北島康介のグッズだ。いいえ、違います、内柴正人の裁判の傍聴券です。ちょうだい。ちゃいけねえよ。ああ、いい汗をかけました。というようなわけでございまして、この後の企画に備えたいと思います。どうもありがとうございました。